フランシス・アタベリー。肖像画の原作者は、ゴドフリー・ネラー。アタベリー陰謀事件は、ロチェスター主教兼ウェストミンスター主席司祭、フランシス・アタベリーが、スチュアート家を、グレートブリテン王に復井させるために陰謀を計画した事件。陰謀事件は1715年の反乱が、失敗した後、ハノーガー朝の保育党政府が凄まじく、不人気な時期に起こった。 アタベリーのほか、第4代オーレリー伯爵、チャールズ・ボイル、第6代、ノース・男爵ウィリアム・ノース、サー・ヘンリー・ゴリング、クリストファー・レイヤー、ジョン・プランケット、ジョージ・ケリーなども陰謀に加担した。アタベリー陰謀事件は1715年ジャコバイト放棄から1745年ジャコバイト放棄までの間、ハノーバー・アサに対する最大の脅威とされている。陰謀は1722年に、 首謀者の一部が反逆罪で起訴されたことで失敗に終わったが、証拠は少なく、アタベリー自身も、教会の役職と国から追われるだけに済んだ。アタベリーは、トーリー島の一員で、イングランド国教会公共会派の長だった。1710年、ヘンリー・サシェベラルが裁判にかけられると、公共会派が、強心的に行動するようになり、アタベリーは、サシェベラルの弁護を助け、 ホイック党内閣を批判するパンフレットを出版し始めた。政権が交代すると彼は見返りを得た。安城王は彼を教会事務の主顧問官に選び、1711年8月にはトーリー党を深く支持していたクライストチャーチの学僚長に任命した。1713年、彼はロチェスター主教兼ウェストミンスター主席司祭に昇進した。もしトーリー党が 政権の座に止まったままであれば、出世街道一直線なのは確実だったため、彼は、ハノーバー家の大井継承を定めた1701年大井継承法に組んだ。1714年に、アンジョ王が死去したことも打撃になり、彼は、新王ジョージ一世への忠誠の誓いはしたが、新政府と敵対した。彼は、ジェームズ・ロー・新王一家と間接的に連絡を取っており、 1715年ジャコバイト法規が勃発した時も他の聖職者がプロテスタントによる王位継承を支持する宣言に署名したのに対しアタベリーは署名を拒否した。法規が鎮圧された時に逮捕されたジャコバイト数百人が1717 17年御社法で釈放されるとアタベリーは老神王と直接分通するようになった。彼は後に ハノーバー家を捕らえて、老神王を、ジェームズ三世として即位させるクーデーター陰謀に、加担したと疑われた。1720年の出来事、特に放末法の成立と、南海会社の崩壊により、親ハノーバーの保育党政府が混乱に陥り、大損を出した、支配階級の投資者の間で、凄まじい不人気になった。 アタベリーは木に乗じて老神王の国務大臣、第22代、マー・伯爵ジョン・アースキンと陰謀を計画した。クリストファー・レイヤー陰謀の目的は、ジャコバイト放棄を再び起こすことだった。1715年イギリス総選挙で選出された1716年、議会は7年議会法により7年間続く予定で、次の総選挙は1722年の予定だった。そのため、放棄は、 選挙に合わせて行うと計画された。サー・ヘンリー・ゴリングも、サセックスのステニング選挙区での再選を目指していた。彼は1721年3月20日に、オイシン王に手紙を書き、オーモンド公爵率いるスペインからのアイルランド、亡命軍とディロン中将率いるフランスからのアイルランド亡命軍でイングランドを侵攻して、スチュアート朝を復活させる計画を提供した。 悪名高いジャコバイトのオス及びグレー男尺の法律顧問でミドルテンプルの法廷弁護士クリストファー・レイヤーはストラトフォードレイコール坊の院で他の陰謀者と定期会合を行い1721年夏にはロムフォードとレートンストーンで兵士を重母した続いてローマで老ン王と面会陰謀の詳細を教え多くの影響力が大きいジャコバイトを代表していると述べた 彼によると、ジャコバイトたちの提案は、ロンドン島、イングランド銀行、王立造兵局やウェストミンスターとシティオブロンドンの政府建物を占拠して、ハノーバー王家を捕らえ、他の重要人物を殺害する、というものだった。トーリー党員は挙兵して、国を守るべく、ロンドンに進軍する予定であるとし、フランス軍のアイルランド大隊はイングランドに上陸して合流するとした。 老ン王は王家からの徴用保障、レイヤーはロンドンに戻った。陰謀は前年に第一、大倉卿からの辞任を余儀なくされたチャールズ・スペンサーが死去した1722年春に露見した。彼は4月19日に死去したが、同時期にフランス摂政オルレアン公フィリップ2世が、ロバート・ウォルポールの南部担当大臣、 カートレット男爵にジャコバイトから5月初のクーデターへの援軍3000人の派遣要請が来たことを知らせた。フランスはオーモンド港の軍勢が航行に向かうためのフランス通貨を拒否、アイルランド大隊をダンケルクから移動させたと通告した。サンダーランドの書類は調べられ、老神王がサンダーランドに感謝を述べた手紙が発見された。 イングランドではジャコバイトが放棄するのに必要な武器を購入する軍資金が集まらず、マーは1722年3月に、ゴリングは実直で熱心な男だが、この類の物事には適さないとの評価を下した。ウォルポールの手下は、ジャコバイト陰謀に関する証拠集めを開始した。収穫は少なかったが、ウォルポールはアラン伯爵、ストラフォード伯爵、 オーレリー白爵、ノーズ及び、グレーダン尺、ホリング、アタベリー、マー公爵の名代ジョージ・ケリー、クリストファー・レイヤーの逮捕を命じた。長らく、ウォルポールの性敵だった、アタベリーは陰謀に加担したとして1722年8月24日に逮捕され、反逆罪で起訴される予定となった。アタベリーとオーレリーは、ロンドン島に投獄された。10月17日には、 人身保護法の適用が一時停止された。ゴリングは8月23日に海外へ逃亡して逮捕を免れ、1731年に死去するまでフランスに泊まった。彼は欠席裁判にかけられ、陰謀の首謀者の一人とされた。ゴリングの代理人は、彼が信仰のためにブランデー密輸者1000人を集めようとしたと供述したため、 政府は一時ブランレー密輸対策を強化した。レイヤーは逮捕されて、ロンドン島のアタベリーの部屋に収監された。彼の秘書は監視され、妻もドーバーで逮捕されて、ロンドンに連行された。収監された多くの人と違い、女性二人がレイヤーに不利な証言をした。そして、レイヤーの審理は百二十二年十月三十一日に、大座裁判所で始まり、 ジョン・プラット首席判事による裁判は11月21日に始まった。さらに運悪く、売春宿の店主エリザベス・メイソンが所持している、レイヤーのものとされる、スキームという反乱の概要を記述した文書が見つかった。また、レイヤーの娘の洗礼式が、チェルシーで行われたが、ノース及び、グレー男爵とオーモンド公爵夫人が名付け親である、 老親王夫婦の名しとして出席したことが露見した。18時間にわたる裁判の結果、陪審団は全会一致でレイヤーの反逆罪の疑いを有罪とした。1722年11月27日、レイヤーの刑罰は首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑と宣告されたが、彼が他の死亡者に関する情報を提供することを期待されて処刑が数回延期された。 レイヤーが情報提供を拒否したため、1723年5月17日に台湾で処刑された。アタベリーと亡命ジャコバイトの文通は、用心深く行われ、有罪となるような証拠は出なかった。そのため、彼は刑罰法案の標的になった。すなわち、教会の職務を解く、生涯国外追放、イギリス人との連絡を禁じるなどの刑罰は、 裁判所での起訴ではなく、議会の決議でなされることとなった。議会に提出された証拠は、ハーレクイーンという名前のスパニエル、老人王からの贈り物、洗面所で見つかった手紙しかなく、アタベリーが、ホイック等の陰謀の被害者ではないかとの疑いが浮上した。しかし、刑罰法案は、結局1723年5月に、庶民院を通過、 貴族院でも83秒対43秒で通過した。刑罰法は、レイヤーの処刑から2日前の5月15日に成立した。6月18日、アタベリーはフランスに亡命した。オーレリーは、ロンドン島に6ヶ月間囚われた後、証拠不十分として釈放された。他の首謀者では、ジョン・プランケットとジョージ・ケリーが逮捕されて、財産没収の刑罰に処された。 ノース及びグレー男爵も関与したと広く知られていたが、それを証言できる者は全員証言を拒否した。1723年1月、陰謀を調査するための議会秘密委員会が設立され、同年3月に報告を提出した。1722年強行派法は地主に1723年のクリスマスまでに宣誓する要強制。 それをしなかった者は財産を登録しなければならず、財産を没収されてしまう可能性もあった。ありがとうございます。